上杉紀政、上杉謙信を世に送り出した男。しかし人生は波乱、そして最後は悲惨。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、上杉紀政について紹介していこうと思います。上杉謙信が長尾景虎を名乗っていたことはご存知の方も多いことでしょう。彼がなぜ上杉姓を名乗るようになったのかというと、今回ご紹介する上杉紀政から家督を譲られたためでした。上杉紀政は関東管領として存在感を示すべき人物でしたが、どうにもうまくいかず、やがて謙信の下で隠居生活を送ります。しかしそのまま平穏な最後を迎えることはできませんでした。一体彼はどんな人生を歩んだのでしょうか。幼くして父を亡くし、お決まりの家督争いに巻き込まれる。大永3年1523年、山内上杉家当主で関東管領上杉紀房の息子として紀政は生まれました。しかしわずか2年後、父はこの世を去ってしまいます。幼い紀政に関東管領を務めることは難しかったため、父が生前に迎えていた養子上杉紀弘が関東管領を継ぎ当主となりました。ちなみに紀房は古学坊足利高元の四男です。しかしこれで丸く収まるとは誰も思いませんよね。やはり数年後には家中で内紛が起きます。原因はもちろん家督争い。家臣たちが紀政派と紀弘派に分かれ、それぞれを担いで争い始めたのです。そして重臣西氏や小畑氏らが中心となっていた紀政派が勝利し、享禄4年1531年、紀政は関東管領となり、山内上杉家の家督を継いだのでした。この争いは同時期に起きていた古学坊での内紛と合わせ、関東享禄の内乱と呼ばれています。関東管領の威厳を示してやる、ご北条氏など何するものぞ。紀政は関東管領として存在感を示すために積極的に動きました。まずは村上義清、諏訪頼重、武田信虎らに攻められた信濃小佐方軍の雲野宗綱を救援するために出兵します。この時は諏訪頼重と和睦を結んでこの場を収めました。関東管領といえば鎌倉公方、もうこの時は古学坊になっていますが、の右腕として関東統治のナンバー2となるべき存在でした。しかしこの頃は一大大乱である享禄の乱、そして上杉氏の内紛、長教の乱を経て御北条氏の台頭を許してしまっており、昔ほどの力はなかったのです。このため紀政は御北条氏との対戦に労力を注がなくてはなりませんでした。すでに彼らは武蔵へと手を広げており、上野平井城を本城とする紀政としては、彼らとの対決は緊急課題となっていたのです。御北条氏を相手にするなら仲悪の相手でも一応仲直り。天文14年1545年、紀政は扇ヶ谷上杉家の上杉友貞と結びました。山内上杉家と扇ヶ谷上杉家といえば仲が良くないことで有名でしたが、そんなことを言っていられる場合でもなかったのでしょう。友貞の方でも北条氏綱に居城川越城を落とされてしまっており、挽回のためには紀政と手を結ぶ方が得策でした。この同盟に加え紀政は古学坊足利晴氏を味方につけ、駿河の今川義元とも和睦を結ぶことに成功します。こうなれば俄然御北条氏相手に戦うには有利な状況となりました。そして紀政は川越城を奪回すべく8万もの連合軍で川越城を包囲したのでした。これが天文15年1546年の川越城の戦いです。油断したのがまずかった。
川越城の戦いで大敗。まず駿河の今川義元が挙兵し、北条氏康の目をそちらに向けさせました。氏康の軍勢が駿河へ向かうと、その隙に範政、上杉友貞、足利晴氏は関東の武士に号令して川越城を包囲したのです。川越城には北条綱重以下たった3000の兵しかおらず、範政らの連合軍はたやすく城を落とせるかに見えました。しかしことはそううまくいきません。川越城包囲の知らせを受けた氏康はすぐに救援に向かい、策を弄して城内と連絡をつけます。一方連合軍は大軍ということで、楽勝ムードにより雰囲気がだらけてしまっていました。ありがち。そこに氏康が夜襲を仕掛けてきたのですからたまりません。範政以下連合軍は今日疲れて大混乱に陥り、その中で友貞は討ち死にしてしまいました。一方城から打って出た御北条勢に足利晴氏は敗走させられてしまいます。範政はというと、家臣が命を投げ出して守ってくれたおかげで、なんとか戦場を脱出することができました。そして方法の手で神津平井城に逃げ込んだのです。あまりにもいいところのない負け戦となってしまいました。一生懸命やっているのに、なんでみんな離反するの？川越城での大敗後、範政は何とかして体勢を立て直そうとしました。地に落ちた関東管領の威厳を取り戻そうとしたのか、武田信玄が信濃作郡の笠原清重を攻めると、笠原氏を救援するために出兵したのです。ところが武田勢との御大原の戦いで大敗を喫してしまいました。この大敗は範政に大きなマイナスとなりました。彼にもはや力がないことを証明したも同然でしたから、多くの家臣たちが彼から離反し始めたのです。成田氏、三田氏、藤田氏、大石氏、縄氏、小畑氏、赤石など数えればキリがないほどで、譜代の家臣たちも含まれていました。そしてさらに範政は追い込まれていきます。天文21年1552年、武蔵における前線拠点御嶽城が落とされ、範政の拠点平井城は御北条氏の脅威に直接さらされることになってしまいました。その上離反はまだまだ続きました。拠点近くの西神津家の国衆や、ついには馬回り衆までもが範政から離れていき、彼は平井城からも退去しなくてはならなくなってしまったのです。しかもこの時範政は嫡男辰若丸を城に置き去りにしたという話があります。辰若丸はその後、守ってくれるはずの家臣に裏切られ、御北条氏によって殺されてしまったそうです。かわいそうに。頼れるのは長尾景虎だけ。関東管領もあげちゃう。平井城を失った範政は、火災の足利長尾氏や東神津家の横瀬氏を頼ろうとしましたが、彼らの方でも御北条氏相手にいっぱいいっぱいの状態で、範政の面倒を見ている場合ではありませんでした。こういうわけで範政は山を越えることにします。永禄元年1558年、彼は越後の長尾景虎のもとへ落ち延びていったのでした。ここで範政は景虎を養子にします。そして景虎は範政を養子、大義名分を得て関東へと進攻しました。北関東の諸将も参戦し、景虎は小田原城を包囲したのです。しかし戦況は膠着してしまいます。その最中の永禄4年1561年、範政は鶴岡八幡宮で景虎に関東管領職を譲り、上杉政虎と名乗らせました。彼が後の上杉謙信であることは言うまでもありません。もう自分では状況をどうすることもできないことを範政は分かっていたのかもしれません。そして肩の荷を下ろしたというか押し付けた彼は隠居し、
戦から身を引いたのでした。わし和議の使者なのに影勝方の兵にあえなく殺される。隠居生活に入った範政はその後しばらくは平穏な日々を過ごしていたようです。しかし天正6年1578年上杉謙信が亡くなるとにわかに雲行きが怪しくなってきます。謙信の二人の養子である影勝、影虎が後継者の座をめぐって争い、お盾の乱が勃発したのです。範政は影虎に味方したとも言われています。影虎は北条氏康の実子であり、ご北条氏との関係を考えたために影虎についたとも言われていますが、ご北条氏は範政の旧敵とも言える相手だったのになぜとも思いますよね。結局もうご北条氏の勢いにはかなわないことを悟った範政は関係を構築して関東復帰するのが得策と考えたのかもしれません。当初お盾の乱は影虎有利で進んでいきました。しかし武田勝頼が影勝と和睦すると形勢は逆転、影虎は追い込まれ範政の館に立てこもる事態となってしまいました。範政は和議の使者として館を脱出し、影虎の子道満丸を伴い影勝のもとに出頭しようとします。しかし途中で影勝方の兵に囲まれてしまい、道満丸もろとも殺されてしまいました。57歳でした。間もなく影虎も家臣の裏切りにあって自害し、お盾の乱は終結することとなります。まとめ1、幼い頃に父が亡くなり義兄との家督争いに巻き込まれるが勝利して関東管領に就任した。2、関東管領として諸将の争いに介入し御北条氏との対決姿勢を鮮明にした。3、御北条氏に対抗するため仲の悪い扇ヶ谷津上杉家とも結び、古賀久保や今川義元を引き入れて川越城を包囲した。4、圧倒的に数で勝った連合軍は気が緩み川越城の戦いで大敗した。5、体制を立て直そうとするが家臣たちは次々と離反していった。6、長尾景虎を頼り彼を養子として関東管領職を譲り渡し隠居した。7、お盾の乱で上杉景虎の使者となるが途中で上杉景勝の兵に殺害された。上杉謙信を世に送り出したということは範政の功績と言ってもいいのかもしれません。しかし混沌とした時代とはいえ、彼はあまりに立ち回りが下手だったように思えます。しかも最後は内紛に巻き込まれて殺されるなんて悲惨ですよね。彼がちゃんと上杉景勝のもとにたどり着いていたなら命くらいは助けてもらえたような気もします。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。